ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、この動画知ってる？ワニを撮ったドローンの映像なんだけど。知らないな、どういう動画なんだ？オーストラリアのドキュメンタリー番組でワニをドローンで撮影してたらしいんだけど、そのドローンが一匹のワニに食べられて水の中に水没しちゃうって映像なんだ。飛んでるから鳥か何かと間違えたんだろうな。で、2週間後にドローンはカメラマンのところに戻ってきたんだけど、ハートがめっちゃついててさ。戻ってきたんだ。ワニもこやくえねえって思ったのかな。戻ってきたドローンの中の SD カードは無事だったみたいで、再生したら、瞬間が撮れていたんだよね。もう迫力がすごいし何より衝撃的なんだよ。やっぱりワニは恐ろしいな。見た目は可愛いけど。で、なんで霊夢はこんな動画見てたんだ？最近あったかくなってきてぼーっとしちゃうことが多くて、衝撃的な動画見て気を引き締めようと思ったんだよ。なんか違う気がするんだけど。何よ、じゃあ魔理沙は衝撃的な動画知ってるわけ？知ってるぞ。そうだな。じゃあ今日は、生配信中に命を落とした人を何人か話していこうか。衝撃的な内容っぽいんですけど。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ところで配信中にそんなことが起こるなんて本当にあるの？釣りなんじゃないの？配信っていうのはちょくちょくあってな。生きていた証拠を残すみたいなことが SNS ブームで多くなってきているんだよ。なんちゅうことを。ただそういった配信は霊夢の言う通り釣り配信の可能性があるのは間違いないぜ。だから今日はニュースに取り上げられたものや、第三者から救世した報告があった、確実なものだけを紹介していくぞ。なるほど。ってそんなにあるんだね。そっちにも驚きだよ。まあ悲しいことに結構あるんだよな。それじゃあ紹介していこう。一つ目はそうだな。とりあえずここ最近で一番有名になったのを紹介しようか。有名とな。2019年10月、とあるニコ生配信者が富士山頂付近を歩きながら生配信していた時に、滑落してそのまま帰らぬ人となった事故だな。ああ、それはニュースで見たかも。あれニコ生の配信者だったんだね。そうそう。彼は富士山山頂付近に到達するとそこで配信を開始したんだが、その時ちらりと映った足元を見るととても山を登るとは思えない軽装備だったんだ。そんなに？らしいぞ。富士山みたいな雪山を登るにはアイゼンという金属製の爪がついた登山用具が必要なんだ。聞いたことあるけどどういうものなの？登山靴の底に装着するもので、雪山の氷化した地面を歩くための道具だな。なるほど、それで金属爪がついてるんだね。で、この配信者の足元はアイゼンの装備は愚か、登山靴でもなかった可能性があるんだ。雪がある富士山にそんな靴で行ったの？そりゃ滑るよ。さらにこの男性は冬の登山でもう一つ必要な、ピッケルという道具も持っていたのかも怪しいと言われているな。ピッケル？雪山の登山に使うツルハシのような用具で、そこについている金属製の金具を雪や氷の地面に刺しながら進むんだよ。へえ、なんか冬の登山って装備が大変なんだね。そうだぞ、そもそも富士山はその年によって異なるが秋には雪が積もるだろ？だから雪山登山を何度も経験した登山家でなければかなり危ないんだ。確かに、雪山登山って命がけってイメージだよ。雪が積もった富士山は一面アイスバーンのような状態だから、滑ったら一巻の終わりだぜ。もう想像もしたくないや。でもどうしてこの人は登ろうとしたの？それがどうやらこの男性は過去何度も富士登山をしていた経験者らしくてな。それで登山の度に生配信をしていたそうなんだ。経験者なら一応それなりに装備しているんじゃないの？どうだろうな。さすがにある程度は装備しているだろうが、彼の経験した富士山が冬場か夏場かでもかなり変わるんじゃないかな。あ、そっか、夏は雪ないもんね。そうそう。登山家の野口健さんもこの事故について、雪山に登るという自覚が全く感じられない、と言及していたぜ。うん、聞いてるだけだと雪山登山っていう装備じゃなさそうだもんね。あまり聞きたくないけど、どのくらい滑落したの？頂上付近の3700メートルから7合目で発見されているから標高差は約700メートル。距離にすると約1400から1500メートルほどだな。そんなに？富士山みたいな三角形の山では一度滑ると止まることは不可能だそうで、アイスバーンで滑り落ちて何度か岩肌にぶつかり、跳ね上がるともうおしまい。助かる見込みはゼロだぜ。話を聞いてるだけで気絶しそう。
配信中彼はリスナーからの雪の富士山が見たい、という声に応えて雪を映していたんだけど、雪を映している最中の動画にはゴーゴーという風の音が入っていて、相当風も強かったことがわかる。山頂だから風が強いんだね。さらに指の感覚がないという発言から、すでに手が麻痺しかけていたこともわかる。手が使えないってかなりまずい状況なんじゃ。しかしそのまま引き返すことなく進み続け、滑落現場付近であろう場所で、雪が硬い、ここ滑るね、気をつけていくよ、と言いながら進んだんだが。ごくり。動画では落石防止柵がその先からなかったこともあって、すでに下山ルートから外れていたのでは、などという声も上がっていたんだ。本人はそれに気づいてなかったのかな。さらにその場所は斜面が30度くらいあると言っており、危ないから岩を伝って降りようとしていたんだが、その後、滑る、という言葉を最後にあっという間に滑落していったんだ。恐ろしい。動画では滑落直後の数秒間は録画されていて、2020年には愚かな。を遂げた人に贈られるダーウィン賞にも選ばれてしまったな。嬉しくない賞だな。この映像はニコニコ動画や YouTube でも残っているから、10月に富士登山を考えている人は一度見て雪山登山の教訓にしてほしいぜ。山は舐めちゃダメ、絶対。二つ目は2019年4月に起こったとある女性 YouTuber の話だ。これも割と最近だね。女性は YouTube のライブ配信中に、拳大のおにぎりの赤飯を一気食いすると言って、赤飯にかぶりつく。お赤飯を一気食い？ただ赤飯のおにぎりが大きかったため、一度半分くらいで噛み、その後残りを口の中に押し込んでいったんだ。いやいやいや、お赤飯ってもち米だよね？そう、これは相当危険な行為だったため、リスナーからも危ないと注意されていたんだ。が、彼女は大丈夫だよと言って一気に食べてしまったんだ。本人も喉に詰まるって考えなかったのかな。これって正常バイアスだよね、怖。霊夢の言う通り、彼女も最初は詰まるとは思っていなかったんだろうな。口にすべての赤飯を詰め込んだ後、何度か咀嚼はしているものの飲み込めず、やばいと感じたのか、吐き出そうと試みるも赤飯は出なかった。まずいじゃん。その後苦しそうに嗚咽し出し、座っていたクッションに倒れ込んだ後、泡を吹き出してそのまま動かなくなったぜ。ひえー、ホラーだよ。リスナーが通報したのか倒れてから約20分後に救急隊が到着し、女性に意識があるか声をかけて確認するも、一人の救急隊が、あ、ダメだ、と絶望的な言葉を発する。ダメって何？もう助からないってこと？多分救命処置を取るか取らないかの確認だろうな。基本的に意識があれば喉に詰まったものはすぐに取り除こうとするだろ？確かに。だからこの救急隊はすでに女性が意識不明の重体であることを察したんだと思う。っていうかこのやりとりも配信されてたんだ。ああ、その後女性の息子が救急隊の人に、切ってもらっていいですか？と言って息子さんが配信を切断したぜ。息子？独身女性じゃなかったの？ああ、彼女には19歳の息子がいるんだよ。うわぁ、それ息子さんも状況が理解できないんじゃないの？まさしくその通りで、配信中にソファーに倒れ込んだ時にも寝ていると思ったのか、素通りしているところも映っているんだ。でも泡出してたら気づかない？私もそう思うんだが、もしかしたら息子さんはそもそもお母さんの顔を見ていなかった可能性もあるぜ。例えばスマホをいじりながら歩いていたりとか。なんという不運の重なり。結局配信していた本人は翌日息子さんから亡くなったと、ツイートで報告されたな。お赤飯っておめでたい時に食べるご飯なのに、それを食べてなくなるなんて本末転倒だわ。それな。そもそも大食いや一気食いのチャンネルは子供が安易に真似をしやすいからと、過去にたびたび注意されていたんだ。だが、今回のこの配信でより大食いや、一気食いのチャンネルに暗雲がかかってしまったと言われているな。確かに今は小学生も YouTube がメインの時代だから真似したら大変なことになっちゃうよ。それに餅は年間1000人以上もの命を奪っている食品だからな。たとえお赤飯でも餅米を使っている以上、餅を食べていると同じ状態だから本当に危険だぜ。お餅ってそんなに命を奪ってるの？餅粉は。そうだぞ。まあ餅に限らず食品を一気に食べることは絶対しないようにすることだ。ゆっくり噛んで、ちょっとずつ食べような。さて次の3つ目の事例は全くの別人だが、内容が酷似しているからまとめて紹介するぜ。わかったわ。まずは2013年に起きた話だ。2013年11月、とある女子中学生がマンション玄関付近で、
うつ伏せの状態で倒れているところを発見されたんだ。通報を受け、病院に搬送されたが3時間後に彼女は帰らぬ人となった。まだ若いのに。彼女は自室にあるゴミ箱を踏み台23階の非常階段から飛び降りを図ったらしいんだが、その様子を FC2 で配信していたそうだ。なんでまたそんなことを？どうやら彼女は当時人気があるネットアイドルだったそうなんだよ。で、スマホでその様子を配信中、リスナーからは静止をするコメントが送られていたんだが、彼女はひたすらにごめんなさい、ごめんなさい、と謝り続けていったそうだ。お社様のたたりみたいで怖いよ。しかも人気もあったわけでしょ？なら、なおさらなぜそんなことするのかわからないんだけど。もしかして、目とか？それが幸い彼女が、目に合っていたという事実はなく、亡くなる前日には友達とショッピングへ行くなど、の前兆らしい言動は見当たらなかったそうなんだ。じゃあ、実はネット配信が嫌だったとか？どうやら彼女は事件が起きる1週間前に、2チャンネルに配信がしたいと書き込んでいたんだ。まさかの本人の願望？さらに、スマホは手すりに置きます。私はそのカメラに映るようにちゃんと落ちてあげます。そして伝説になるんです、と実行をほのめかす書き込みもしていたんだよ。伝説って、私には理解しがたいなぁ。で、もう一人は2018年7月、奈良県のとある女子高生だ。電車に飛び込みした様子をツイキャスで配信していたというニュースだな。よりによって電車か。彼女も日頃からネット配信をしていて、過去のアーカイブを見ても一見何の問題もないような子だったんだが、時折情緒不安定になっているような動画もあったという。何か悩みでもあったのかもしれないね。ああ、それは間違いないな。彼女は直前にツイキャスで彼氏に対する不満をつぶやいていたそうなんだ。もしかして結構ひどい彼氏だったの？詳しくはわからないが、彼女がツイキャスで発していた内容は、自分の顔に不満を持っていること、彼氏がピルを飲むのを強いる男ってことだな。あ、それはダメな彼氏だわ。でもこの子不満があるような顔立ちしていないじゃん。十分可愛いと思うんだけど。第三者から見たらそう思うだろうが、そのあたりはお年頃だから本人は気に入らなかったんじゃないか。そっか、なんだかやるせないな。さらに、話し相手がいない、誰も助けてくれない、などと悩みがありつつも、それを相談できる相手がいなかったこともあって、元気に振る舞ってはいたが内面はモヤモヤしていたのかもしれないな。そういう時に相談できるのが本来彼氏や友達なんだけどね。ご両親って言う手もあるけど、年齢的に親に相談したくないって思うし。だな。またこの発言から一部のネット民やリスナーは、親ともいろいろあったのかもしれない、と推測している人も多かったぜ。そうだね、それはあるかもしれない。そして当日、彼女は駅のホームでスマホの配信をしながら構内に電車が入った直後、すっと飛び降りてしまった。悲しすぎるよ。直後に電車が来るもののあまりに衝撃的なため、当時はフェイクだと疑われていたんだが、構内に電車が入った音とともにブレーキ音を響かせながら電車が通過し、上下17本が運休、計8本が最大で約1時間20分の遅延が起こったことから、事実だと判明したぜ。彼女に相談できる相手が一人でもいたなら、こんなところで命を落とさずに済んだかもしれないよね。そうだな。ただこれは一例であって、日本だけでなく、世界的にもネット配信を使って命を絶つ若年層が多くなってきているのは確かだ。これこそネットの闇だよね。安易に命を粗末にせず、一度立ち止まってほしいよ。最後は2016年9月に配信をした男性だ。彼は配信でぶら下がり健康器という器具にロープをかけて首、リを放送した。どうしてそんなことを。この配信内容のことが起きる前に何を話していたのかは不明なんだが、母親に発見されて救急隊と警察が到着し、バタバタとしている音声までは配信で入っているぜ。きついなぁ。彼はオープンにチャンネルの何でも実況じゃいたこと、音声の住民だったんだ。音声民と聞いてニートと予測。おいおい、音声民がニートばかりとはかなり偏見だぞ。すれないでこの配信のことを事前に告知していたらしく、さらには遺書とも言える自身の生い立ちや、家庭環境についてのブログも事前に書かれていたことから、かなり計画的だったと言えるな。ってことは何か家庭環境が原因ってこと？まあそうだな。ざっくり話すと、6畳2間の平屋で家族6人で過ごしたため、多感な時期にプライベートな空間がなかったこと。
家が狭くて年季が入っているため小学生の時にはそのことがコンプレックスで、クラスメイトと疎遠になったこともあったそうだ。6畳2間で6人か。確かに年齢によっては悩ましいのはわかるわ。家族が仲が良かったなら、まだなんとかなっていたかもしれないよね。だな。家庭環境の悪化の発端は、長男の兄が中学不登校をきっかけに家庭内がピリピリしたらしい。なるほどね。ちなみにこの亡くなった方は次男なの？4人兄弟の末っ子だな。一番上は長女だ。末っ子か。いろいろ思うところがあったのかもしれないね。お兄さんやお姉さんたちを見てると。かもしれないな。さらに長男に続き次男も中学でぐれてしまい、末っ子の彼は家でも笑ったりできずに心休まらなかったとか。家が落ち着かないのは辛いな。そして彼が小学校5年生の時、当時19歳だった長男が街路樹の一角で首、利用して亡くなったんだ。え、お兄さん亡くなってたの？ああ、彼の人生のブログにそう書いてあるからな。そしてその後両親が離婚という、立て続けにショックなことが起こるんだ。マジか。ただ、長女は就職して独立していたらしいぜ。お姉さんはもう家を出ていたんだね。ああ、その後彼は高校へ進学するも中退してニートとなりその時期に、金もない、教育もできないのになんで子供作ったんだよ、産むなよ、と荒れていたらしい。まあそういう時期はあるかもしれないけどさ。それでも育ててくれたお母さんは偉大だと思うんだけど。私も霊夢と同意見だが、世の中には彼と同じ思いをしている人はきっといると思うから、一概にどっちが悪いとかそういう話ではない気がするな。それもそうだね。捉え方は人それぞれだと思うわ。で、亡くなった後に母親が発見し、名前を呼んで嗚咽しながら泣いているんだが、何度も、ごめんよ、ごめん、ごめん、と言っていた。コメントもできないくらい悲しいわ。切なすぎるよ。彼のブログは検索すればまだログを残しているサイトがあるから、気になるなら見てみるといい。遠慮します。どうだ霊夢、衝撃的な内容で気が引き締まったんじゃないか？引き締まるどころかメンタルがすり減ったわよ。確かにすり減る内容だが、ワニよりインパクトあっただろ。そうね、ワニより恐ろしい現実を見た気がするわ。なんかこういう話を聞くと、何も悩みなくて好きな YouTube を見ていられるって、相当幸せなんだなって思い知らされた気がする。それはいいことじゃないか。よし、じゃあ今からちょっと散歩でもしてリフレッシュしようぜ。いいね、そうしよう。それじゃあ今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。